はい、というわけで皆さん、こんにちは、佐々木夢でございます。さて、今回はですね、こちら NAB ホールド劇場の方に来ております。今日は2023年7月10日の月曜日ということで、今日はこの NAB 劇場で行われますチーム M 声を突然やってくる声の方に参戦をしていきますということで、最前度戦チャレンジでございます。まあ、こちらの方も久々でございまして、前回が6月のミラコの卒業公演が急遽早朝公演に変わったあれ以来になるかと思われます。これで4度目の挑戦ということで、果たして今回はどうなのか注目してご覧いただけると幸いでございます。というわけで、今回の動画はですね、 NAB4 とチーム M の声を突然やってくる公演最前座戦チャレンジ第4弾でございます。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、早速今回のチケットの方を見ていきたいと思います。2023年7月10日、チーム M 恋は突然やってくる公演というふうに書いております。今回の番号は55番ということで、いや、なかなかいい番号じゃないでしょうか。令和の三冠王、ヤクルトの村上宗隆選手の番号と同じということで、まあ、私も令和の三冠王になれるのかとまあ絶対になれるわけないんですが、まあ、そんなことを置いときまして、まあ、この55番が素晴らしい数字になるかどうか、そこら辺も注目をしていきたいところですし、まあ、もしかしたら最前線が狙えるようなそういう番号の可能性もあります。まあ、端っこに来る時もありますけどね。まあ、一体どうなのか、そのあたり注目をしていきたいと思います。オープン18時のスタート、18時30分、まあ、最前の戦チャレンジとこの企画歌っておりますけれども、まあ、この劇場公演というのは、これも入るたんび言うてますけれども、最前列であろうが真ん中ら辺であろうが最後列であろうが、めちゃくちゃ楽しめるっていうのが劇場公演であると思うんで、まあ、最前度戦は狙いつつも今日の公演全力で楽しんでいきたいと思います。というわけで、あと約10分後ぐらいでですかね、会場の方が始まっていくということで、いやいや、本当にめちゃくちゃ楽しみでございます。平日もこうやって劇場公演に行けるようになって、なかなか嬉しいものでございますし、今日はポイトツですから、ケイちゃんもいるということで、全力で楽しんでいけたらと思います。それではポイトツ行ってきます。はい、というわけで、ポイトツが終わりまして、劇場から出てきてまいりました。まずは早速今回の結果から皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回は最前度戦、ではありませんでした。まあ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 、ハードル高いね、挑戦だとは思いますけれども、4度目も最前度戦ではありませんでした。今回は前から6列目の上手寄りというところでしょうか。結構恋凸で上手っていうのは初めてだったんで、なかなか貴重な経験だったと思うところでしたが、まあ、その反面ね、ケイトちゃんが結構下手が多いんで、あ、上手なのかっていう、まあ、そういった思いにもなりましたが、まあ、全然どの場所でも楽しめるんで問題はございませんでした。もうとても楽しい、そういった公演撮影になりました。ということで、ここからは今回の写真を見ながら感想を喋っていきたいと思います。はい、というわけで、こちらが今回の出演メンバー10名ということになっております。まあ、なかなか素晴らしい面々の集いというところで、結構ね、 MC が面白かったなっていう印象がすごく感じられるっていうところでしょうか。特に2つ目の MC かな、このもっちゃんがボイパを習得したいみたいな、そういうくだりがあって、そしてそのボイパの流れでですね、まあ、しおりちゃんだったり、ゆいなちゃんだったり、カレンタもそうかな、あとみゆきさんとか、本当にね、いろんな人たちがその中に絡みに行くっていう、アンジュちゃんも入ってたね。だから本当にね、めちゃくちゃ面白い、そんな MC になってたし、なんか MC が特に今回は印象に残るような、そんな内容だったんじゃないかなと思います。あの、自己紹介の後の MC もそうですし、ユニットの後の MC ですか、その2つともね、とても面白くて楽しい内容だったなと、そういう風に思いましたし、で、まあ、パフォーマンスもね、いや、ほんまに皆さん可愛くて最高だなと思ったわけでございますが、まあ、大体ね、下手は多かったんですよ、今まで。まあ、ケイトちゃんがよくいる下手側が多かったっていう部分だったんですが、今回上手ってことで、上手はこのメンバーが来るんだなみたいな印象を感じましたね。若ぽんとかゆいなちゃんは結構上手が多いかな、あとれいこちゃん、そのあたりはね、結構上手が多いなって見てて感じたもんでございましたけど、なんかなかなかいつもと違う目線で見ることができたのは良かったんじゃないかなと、そういう風に思うものでございます。いや、めっちゃ楽しかった。今日はこういうとつもね、なかなか参戦できてないなって思ってた中で、こうやって7月10日月曜日と、まあ、いうところではございますけれども、まあ、参戦することができ、本当に良かったなと、そういう風に思いました。で、まあ、ここからちょっと個人的な話になるんですが、アンコール前のね、グリーンフラッシュという楽曲があると思うんですけれども、その曲久々にちょっと感動したなっていうのが
今回ね思ったところで多分泣いてたんじゃないなんでこんな変哲もない普通の恋凸公園でね涙流すねって話だと思うんですけど、皆さん普通はねそう思うと思うんですけど、まあねいろいろちょっとあったんですよね。これから前向いて生きていきたいな、でも生きていけるだろうかっていうかな、そういう感情になった中で、明日いいことあるかもしれないっていうフレーズがねあると思うんですけど、サビの最後にあれ聞いてちょっとすごく感動したというか、そうだな明日いいことがあるかもしれないと、そういう風に信じてですね生きていくしかないなと、そういう風に思ったかなっていうねところだったんですよ。まあ詳しいことはねちょっと皆さんには言わないといけますけど、本当にねまあそういった感情の時でも楽しく、そして少し涙ぐむこともできて、本当に素晴らしい公演だなって改めてこういうと賛成してみてそう思ったものでございました。まあキッチャーも可愛かったですからね、おしめやっぱ可愛いし、みんなそれぞれが可愛らしさを発揮しつつ面白くて、そして楽しいと、そういう公演にまたねこうやって行くことができたっていうのは本当に貴重だなって改めて思うもんでございます。また次もこの恋凸参戦できますように、そんな願いも込めてね、そろそろ帰って動画の方も締めくくっていきたいと思います。改めましてこのチーム M 恋凸戦という公演参戦することができ、そしてこの10人のみんなに楽しい時間を共有していただきました、本当にありがとうございました。また行きますようにそんな願い込めて帰っていきます。本当にありがとうございました。それでは帰ります。はい、というわけで道具屋辻しおみんとこっちにはサウスロード住み1枚ハーサちゃんがいる NB だらけの、そんな道を抜けてですね帰っていきたいと思いますが、まあほんまに思うことはやっぱね、今さっきも言いましたけれども、やっぱね人生来てたらいいことと悪いことっていうのは結構同じぐらいあって、でもね悪いことって結構立つ続きに来るんですよね。そんな中でもこんなにも楽しい気持ちにさせていただいて、ちょっぴり涙を流しつつですね、そんなになんか生きててよかったなって、そういう風にね思うことができる、そんな存在がいるっていうのは本当に自分にとってすごく大きいなと、そういう風に思うのでございます。これからもこの大きさっていうのは揺らぐことがないなと、そういう風に思います。改めて本当に今日出演していたチームメンバーの10人のみんな、本当にありがとうございました。それでは締めくくっていきたいと思います。エンディングです。はい、というわけでエンディングでございますということで、いやいやほんまにめちゃくちゃ楽しい公演に参戦することができました。まあ、さっきも言った通り、いいこと悪いこと、人生生きてた中で悪いことがあったとしても、こうやってねメンバーのみんなに楽しませてもらって、また前を向くことができるんだなということも改めて再認識することができました。 NB48 のみんな、そして今回のチームメンバー10人、本当に最高の時間をありがとうございました。またこの恋凸楽しい空間に参戦できますように、そんな思いを込めてこの動画締めくっていきたいと思います。改めて本当にありがとうございました。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めさせていただくというふうに負けでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NAB48 チーム M 恋凸戦やってくる公演最前土戦チャレンジの第4弾という内容でございましたけれども、まあ残念ながらねそれは達成できなかったけど、それ以上に本当に楽しい空間、本当に感動を味わうことができてよかったって、そういうふうに思うことができたんで、本当結果悪いなと思います。本当に最高に楽しい時間をいただきましてありがとうございました。またそんな日々がいっぱい来ますように、そんな思いを込めて締めくくっていきたいと思います。みんな本当にありがとうございました。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しみましょう。ありがとうございました。